では、今回は私が個人的に尊敬している人は何人いる、何かいるんですけれども、その中で、まあ、ダントツな現実にいる人を紹介したいと思います。その方はですね、あの、女優の天海ゆうきさんです。皆さん知ってると思います。現在、木曜夜10時からフジテレビで放映されている、カエルの王女様の主演をやられている方でございます。あのね、ほんとね、ほんとにね、ほんとに大好き。 なんですけれどもまず天海さんのことを少しご紹介いたします、えー、天さんといえば外せないのが宝塚でございますね。えー、天海さんは当時では異例といわれるほどのちょっぱやスピード出世でした。出世でしたはい、えー、通常あのまず宝塚劇団に入る前に音楽学校に入るんですけれども、えー、音楽学校をまず首席で入学します。で,、ま、で卒業してで入団します。 そして、通常はですね、男役の人っていうのは、まあ、10年以上ぐらいかかります。あの、トップですね。なるのに、10年以上かかって、慣れる人も、なれない人もたくさんいるんですけれども、えー、その中でも男役トップを約6年半で達成しました。えー、数々のですね、伝説も作った方なんですね。で、あの、トップになった方、あのの、トップになった、 年数も早いんですけども、在籍してる年数も短くて、トップになって約2年で退団してしまったんです。で、まあ私はその宝塚時代の甘美さんを知らないんですけれども、まあマミさんはその退団されてからが本領発揮になるわけですね。えー、まず女優に転身します。で、まあいろんなドラマ、まああの有名なものとか小さなシネマとかもたくさん出てるんですけども、まああの、その中で女優のその、なんつうんですか、まあ、 度合いを測る賞とか色々ありますねアカデミー賞とかその中で、まあ、ブルーリボン賞とか数々の賞を受賞されてるんですでいろいろ調べたんですけどもその賞を数えるとキリがないマジでで、えー「アラフォー」っていう言葉もありますね今「アラフォー」とか「アラカン」とかそういったものを流行らせたのも天海さんが主演のドラマから来ました「アラウンダーフォーティー」「注文の多いなんとか形」ってやつですねでまた「オリコンランキング」 調査しました。女性が選ぶいい女ランキング。女性が選ぶいい女ランキング。で、3年連続、同頭の第一。です。と、まあ、輝かしい女優人生を歩んでいらっしゃる方なんですよ。はい。で、私がこの天海さんと知り合ったきっかけ。これはやはり、あの、宝塚です。あの、実際に見たことはないんですけども、親ですね。母親が大好きで、で、まあ、小学校ぐらいだったんですけども、わけもわからず、 二人でビデオを見てたわけですよで、よく分かんなかったけども一番印象に残った人っていうのがこの天海さんだったわけですよでそれから、あのー、私は片っ端から母親と一緒にビデオを集めまくりあもう対談されてたんで集めまくり2人でキャーキャー言いながら毎日小学校で学校終わってから見てたわけですねでででで,で私が今あの、ま、役者の方を目指してるんですけどもの舞台の方に目指したきっかけも 甘みさんです。彼女が影響していると言っても過言ではない。で、えー、私の中のその甘みさんの魅力ですね。これはですね、あの、すががしいほどサバサバとした性格。まあ、実際に会ったことはないですけども、まあ、テレビとかで見る、その、甘みさんっていう人柄は、どこまでもついていきたくなっちゃうくらい、もうかっこいい姉御肌。もう私にないものを全部持ってる。 あの身長とかね身長とか身長とか、まあ、美人だとか <laughs> ねまあ、身長はしょうがないと思う、うん、でもそのナチュラルな芝居っていうその原点というかね天海さんの芝居はとても好きですだから天海さんのようになりたいために私は今一生懸命頑張ってる今度舞台あるそれで, <laughs> で役者っていうのはね、まあ、真面目な話やっぱり歌とダンスがやってなんぼだと思いますのだから私も頑張る 今度舞台ある。でも頑張る <laughs>、はい。ということなんですけども、あの、私の思いって伝わったかしらっていうね、ちょっと心配。で、あのさ、まあ、ちょっとね、今って人を引っ張っていく人って少ないと思うの。だから、そのアンケートで女性が選ぶいろなランキングっていうのと、あと理想の上司でランキングっていうのもあって、必ず天海さんとかが上位に行くわけね、毎年。引っ張ってもらいたいわけ。人たちは。皆さんは。 だからそのリーダー性というね、そのおまみさんのところというのも見習いたいと思いますし、まあそういう引っ張っていけるような魅力的な人になりたいなって思うわけ。だから今度の6月の90の舞台頑張るって感じ。<laughs> 以上です。